ばんは。元男の子で、元高知高校野球部で、元142キロピッチャーの青木香音です。マイクバージョンということで、今日はですね、見ての通り舞い方になってるんですけども、今日はですね、こちらの芝バッティングセンターさんのストライクアウトで私の球速を測っていくチャレンジをしたいんですよね。私が何をやりたいかというと、元々142キロ投げてた男が性転換したら果たして何キロ投げるのかっていう検証をずっとしてまして、前回115キロ投げれたんですけども、今日は舞妓さんの姿なんで、なんか110キロ超えるんじゃないのかなと思って、すごい自信があるんですよ。なので今日は最速の記録を出すつもりで、今からですね、全力投球していきたいと思いますということで、早速いきましょう。ちょんちょこちょんちょんじゃあ、行きます、はい、アップですから、そう、アップですもんね。どうですか？いや、全然いけそうですよ。行きますよ。はい、お願いします。はい、行きます。締め付けられてます。何キロですか今の？80キロです。80キロ、小学生以下ですよ。はい、80キロでした。大卒ちょっと肩慣らし、肩慣らし、だって体が温まってないから肩慣らししますこれ。了解しました。そうなってください、肩慣らしします。この光景異様ですか？異様ですね。異様じゃないです。なんか違和感しかないです。なんかお座敷で嫌なことでもあったのかな。何度す？そんなこと何度す？よろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、行きます。87キロ。はい。92。惜しい。おしとやか。92キロ。これ100キロいくんですか？マイクで100キロいったらやばいんだよ。マイケル100キロいったらもう120キロ、ある意味トレーニングみたいなもんですからね、体締めて投げてるんで。
そうですよ、投げるときに腕のやつがブワーっていうのがいい抵抗で92キロ出ました。ちょっとあれじゃないですか、かんざしが出てきてません？あ、出てきてます。まだかんざしタイム入ります。かんざしタイム入ります。ちょっとだからザクガサッて次いきますよ。はい、このまま日差し、日差し、行きそうです。89。ああ、惜しい。何キロですかね今。今ので98キロです。98。悔しい感じです。あと2キロでした。あとラスト1回。絶対次100いきます。はい。行きます。エセマイコです。スタート押しますよ。はい、行きます。スタート。あ、出た102キロ。102キロ。あっ出た、やった、早かった、早く出ました、やったよかったです、出ました。ということで今あのスタッフさんからですね、これ以上やっちゃうと借り物の着物がダメになっちゃうんで102キロ、目標の100キロ超えが、目標のマイコの姿で100キロ超えが出したので、ね、ジグチャレンジは無事目標達成ということで、やったぜ、おめでとうございます、イエーイ。あ、出た、102キロ。